ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ浦和のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただく車がミニクラブマンジョン・クーパーワークス2022年式1400キロこちらの車両になります。あのすごい色のが入庫しましたね、はい、そうですね。こちらの車買い取りさせていただいたお車ということで、はい、あのレベルグリーン、なんか出た当時のなんかあのイメージカラー的なので出てませんでしたっけ。ジョン・クーパーワークスのマスカラー、そうですよ ね、うん、あの先代だと黒赤が定番でしたけれども、うん、この緑赤が現行モデル定番になりまして、ね、はい、で過去何度もクラブマンも現行のミニもいろいろ紹介させていただいてますので、はい、まあ、今回は、まあ、ショートとは言わないんですけど、うん、まあ、ライトな感じでサクサクっとご紹介させていただいて、ね、あとはこの2人ですから、あのミニのいいとこ悪いところ、はい、その辺なんかも織り交ぜてお話しさせていただけたらと思います、うん、というわけでもうボンドと言ったらミニ、ミニと言ったらボンドじゃないですか、はい、そうですね、もちろんです、はい、あの専門店ボンドミニもありますし、現ミニ乗りの月村さんと、はい、元ミニの専門店メカニックの僕らですから、はい、もうボンドでミニを買っていただければもう心配ないし、そうですね、何でもできるということで間違いない。で、はい、まずミニの僕いいと思うところなんですけど、はい、あの何でもできる、うん、もう大体のところは何でもできないですか。ほぼほぼ、はい、あのもうちょっとこうなればいいんだよなとか、ここがこうなってたらいいんだよなとかっていうのが、うん、大体こう問題が解決できるものがありますよね、うん、そして安い。そうっすね、意外に安い。な、他の欧州車、はい、まあ、メルセデスとか BMW なんかをこういじったり改造したりするイメージで言うと、うん、だいぶこう国産車に近いぐらいの金額でいろんなパーツが出てるんで、はい、まあ、その辺もかなりいいところなのかな、うん、で、まあ、定番のところで言うと、例えばホイールのダストがすごいよなんていう時は、はい、まあ、低ダストタイプの汚れないブレーキパッドなんかもありますし、はい、ちょっと車高がなとか、まあ、あとはジョン・クーパーワークスだと特にこう乗り心地が結構スポーティーな乗り心地なんで、ちょっと乗り心地がななんていう時も、はい、もう足回りだったりも、はい、もう無限にありますからね逆に迷うなんでいろいろご相談いただければ、その辺なんかも現ミニ乗り月村セールスがいろいろ提案できるんじゃないかなと。あとこのエクステリアに関しても本当にいろいろできますよね。そうですね、はい、まあ、純正パーツでいろいろ出てますし、うん、例えば今回の車はピアノブラックのエクステリアになってるんで、この辺が黒かったりこの辺が黒かったりしますけど、はい、まあ、その辺も純正パーツだったりアフターパーツでカーボンにしたりだとかメッキにしたりだとか、まあ、あとはうちはボンドボディ板金塗装の部署もありますんで、はい、まあ、好きな色に塗ったりもできちゃう。そうですね。だとデカールなんかもこれオプションなんですよね。そうです、はい、3万円ぐらいでしたっけ、うん、でこのストライプに関しても例えば純正じゃなくなっちゃいますけど、はい、まあ、色変えたりだとか、はい、まあ、グラデーションのものだったりだとか、はい、いろいろありますね。その辺もご相談いただければ、ね、施工までお任せいただけますよね、うん、あのデザインからも変えられますからね、まあ、真ん中なんていうのもできますしね、はい、っていうのが僕の思ういいところ、うん、もう何でもできる。何でもできる。月村さん何かありますか、はい、何でもできる、はい、本当に細かいところ、はい、もうここ同色にしたいとか、そうですね、ここちょっと色味なくしたいとか、はい、細かいところまで何でもありますからね。であとは今回あえてダメなところも言っていいですか僕、はい、あの良くも悪くもちょっと中途半端に今回なってしまったなと、うん、現行車種に関しては、はい、で特にこのミニっていうのが名前だけになっちゃったなと、うん、もうポルシェで言ったらターボみたいに別にターボがついてるついてない関係なく、もうなんかこう概念みたいな、うん、そんな感じですよね。特に日本はサイズで3ナンバーって出ちゃうじゃない、それが結構イメージとしてね、うん、というわけでこのクラブマン、ミニクラブマンとはいえ結構大きいんですよね、はい、サイズ的なものでいくと4270、全幅の方が1800で前後の方が1470ってことなんで、はい、3シリーズのツーリングに比べると結構短い、まあ、一回り小さい、ね、けど幅に関しては割と近しいものがあったりする感じなんで、まあ僕個人的には少しこう名前とマッチしなくなってしまったなっていうイメージあるんですけど、でもこれ逆に考えるとすごい使いやすくなったなと思うんですよ。まあ、使い勝手は、まあ、ぐんと上がりましたけどね、前のクラブマンと比べると、まあ、人も乗っても窮屈じゃないですし、はい、荷物もたくさん積めますし、うん、先代と違ってこう4ドア、まあ、正確には5ドアですけども、うん、なったんで、その辺の使い方逆に言うといいのかなと、はい、ただその分そういうこうミニの個性みたいなのが和らいじゃって、何かこれは生産が中止になって次のモデルではクラブマンが出ないと、というわけで、そうなんですよ、2024年でなんとこのクラブマン生産終了ということで、はい、さよならクラブマン、さよならクラブマン、はい、2世代でも一応続きましたからね。買うならだから今しかないなと、はいはい、でいやそんなちょっとこう癖が弱くなっちゃったです、うん、
いやもっと癖が強いやつがいいんだよっていう方はあの月村セールスが乗ってる同じ先代のやつ選んでいただけると、はいはい、もっとこう個性的ですよね、うん、まあそれもあのおっしゃっていただければ探しますんで、はいはい、こんな車になっております。で装備的なものは今回割とスタンダードではありつつも、うん、まあいろいろついてるということで、はい、その辺をじゃあチェックしていきましょうか。そうですね、はい、そして横に回ってきまして一応この JCW のトリムパッケージがついてるということで、はい、標準18インチのところ、うん、19インチのこちらのバイカラーの天面ポリッシュのタイプですね、はい、こちらのホイールが装着されていると。結構19インチ余裕で入っちゃう。余裕ですね。ですよね、うん、車会だとなんか20入れてる方もいらっしゃるぐらいなんで、うん、まあ、この辺が、まあ、この辺も入ってると嬉しいオプションかなと。であとこの辺もいろいろできますからね。はい、そうですね。タイホール変えてもいいし、はい、キャリパーペイントしてもいいし、車高を下げてもいいし、はい、最近なんか上げるのも入ってるみたいですね。クラブマンでさえ上げるのはちょっとねありますよね。なんかあのオールロードじゃないですけど、はい、なんか割とゴツゴツのタイ履いてなんていうのもあるんで、うん、まあ、その辺もできると。でそもそもミニってその外側のフェンダートリムがプラス樹脂製で黒じゃないですか。今時の SUV ってみんな、あ、確かにそれじゃない、あの国産の SUV なんかも。確かになので上げてもまあそれなりに見えてくる。確かにちょっとオフロードっぽさも解釈によっては感じますね、うん、まあ、この辺なんかもこんな感じになってる。あと横もデカール、この辺大きいの入ってるんで、まあ、この辺もいかようにでもできる、はい、あとルーフ結構好み分かれると思うんですよ、うん、ちょっと赤目立ちすぎちゃうな。そうですね。で塗るのはあんまりおすすめできないんですよね、はい、車両のその評価的に、うん、ペイントになっちゃうんで、まあ、全然関係ないよっていう方がいらっしゃいましたら、まあ、ペイントもできますし、まあ、あとは最近ラッピングの質がすごく高くなってるってことで、うん、割とこうペイントよりかは手軽に施工することもできる、はい、でほぼ分かんないぐらいになりますよね。なりますね。最近のあのすごいよね、あのフィルムの良さ、うん、なんでまあ黒とか、まあ、緑なんでちょっと白はちょっと好みは分かれるかもしれないですけど、はい、黒くラッピングしたりなんかもこんな感じでできると。ただまあジョン・クーパーワークスっていうカラーですかね、このルーフレッドは。で、ね、でこのイメージに乗りたい方はこれかなりいいと思うんですよ、うん、緑にもうイギリスですから、はい、割ともブリティッシュレーシングリーンって別の色はありますけど、はい、この深緑に赤っていうのは割とかなりいいんじゃないかなと、はい、あとはこの世代でフォードアになってますからすごい使いやすいかなと、うん、そして今回のお車オプションのアラームシステムがついてるということで、はい、これついてるとここが光るんですよね。そうですね、点滅するような感じですね、はい、ただこれ部品で取ってつけてる方もいらっしゃるんですよね。そうなんですよね。それもできちゃう。だちゃんと作動するようにつけてる場合もあれば、はい、作動しなく、うん、もうただこれが光るようにだけつけてるケースもあるんで、はい、まあ、購入される際はあのチェックしていただいた方がいいかな、ね、当社の商品車に関してはちゃんと純正の機能するタイプですよね、はい、そうです。こちらが装着されております、はい、そしてもうサクサクっとですけれども、はい、続いて内装を見てみたいと思います。内装に関しては今回割とスタンダードな、そうですね、ダイナミカのシートということで、はいはい、この辺も落ち着いてる感じがあって、まあいいんじゃないかなと、うん、そしてホールド感もいいですね、はい、そうなんですよね、はい、ミニ、気になる方がいたらぜひ座っていただきたいんですけども、うん、シートがめちゃくちゃいいんですよね。いい、とてもいいです。あの適度なフィット感と、はい、なんかタイトさないですよね、うん、ただ調整に関してはパッケージ選ばないと手動ということで、うん、そうですね、はい、ただ月村さん的には逆にこれ好印象というか、はい、ポイント高いですよね。手動がいいです。ささっと調整できるということで、はい、電動ついてる個体なんかもありますけど、はい、この辺は好み分かれるから。あと今回セールスポイントとしてはなんとハーマンカードがついてるということで、このピラーの付け根とここと、まあ、正確にはシート下のスピーカーなんかも全部ハーマンカードオプションのものになってる、はい、ただこれも注意が必要なんですよね、うん、今市場に流通している個体だと、はい、偽ハーマンカードンが多数流通しているということ で、はい、そうですね、なんとこのピラーのカバーだけ取って、はい、ここだけ移植している車がある、はい、だから実は純正のオーディオシステムだけどハーマンカードンのツイーターだけついてるという、はい、で見分けるポイントとしてはここの真ん中がシルバーのやつは、まあ、純正オプションの、そうですね、まあ、まれにもしかしたらここの変えてるのもあるかもしれないですけど、まあ、基本的にはここで、もうスピーカー違うだけじゃないんですよね、うん、アンプが別に入ってるんで、はい、音質が全然違うということ でこれもそこそこするオプションですけれども、今回はこちらもしっかり入ってると、はいはい、おすすめ車両になっております。行きましょう。はい、はい、月村セールスはミニ歴何年ですか。ミニ歴2002年の R50 からなので、はい、あれ50からクラブマンでしたっけ。50からそうですね、 R55。 あれもうクラブマン10年ぐらい乗ってますじゃん。13年目に入りました。マジですか。自動車税アップ日本ってそういうとこだよね。なんか自動車税アップするとぐさってきますよね。あ、そういう扱いなんだ俺の車っていう。
大事に乗ってる人にさ重課税ってさ、はい、早乗り換えろとただあの車結構キャラクター変わったじゃないですか、うん、乗り換えなかったお客様も結構いらっしゃったみたいですね、うんうん、そうね私の周りでも代わりにならないですもんね、うん、でもこれってこの車もそうなると思うんですよ多分、うん、今乗られてる方がじゃあ別の車探した時にそう、ね、ないと思うんですよね、うん、で割とそのいや BM が作ってる、まあ、ワゴンでしょ、うん、3のツーリングでしょ、うん、って思うかもしれないけど全然違うですよね、うん、もう横置きの四駆だしまあ、車のキャラクターが違うしそうね、はい、やっぱりこう乗った乗り味とかはだいぶ BM 寄りになってるけどミニっぽさっていうのがまだちゃんとあるしねあの結構セッティングによるところが大きいんかなっていう気がします、うん、足回りだったりこのステアリングのフィーリングというか、うんはい、このクイックな感じはミニだよねあれ悪いとこは出てこないですね、うんはい、悪いとこはでかいやっぱねちょっとサイズが大きいんで、ね、そうですね3ナンバーで全幅1800で見に行ってちょっと説得力はないですよね、うん、その他の輸入車の、まあまあ、ステーションワゴンなり5ドアなりっていうのをこう見たった時には確かに小さいんだけども見にって思うとやっぱり大きいんだよねあのちょこまか走れる感はだいぶ薄くなっちゃいましたよね、うん、あの R 系の時のこうちょこまか走り回れる感じ、うん、でこうどんどんこうラグジュアリーに振っちゃったじゃない、はいまあ、特にクラウマンとかクロスオーバーは それがこうミニを買う人たちがそこを求めるかっていうところのギャップがねまあ確かにそういう方向に振っていくのはまあまあそうです、ね、商売としてはいいんだろうけどだからミニを作ってたというよりかはもうみんなが欲しいミニを作り始めちゃって、ね、割とキャラクターがこう F 型で変わったのかなっていう最初 R50 がこう発表になった時はこうプレミアムコンパクトカーみたいな感じの歌い文句だったけど、はい、プレミアムだけはそうなんだけども、はい、コンパクトじゃないくなっちゃったしね、はい、そうですねセグメントも上がっちゃって特にこの、ね、クラウマンとクロスオーバーはじゃあでも、もう初期初期のやつってひどかったっすけどねそうね初期初期のひどかったあのリアのストロークはないし、はいもうアメ車のエンジンそのまま積んだからエンジンは丈夫なんだけど補給類が壊れるしまあめでる車ですけどねそうね、うん、僕も何を隠そう R53 乗ってましたからね、うん、3年ぐらい乗ってたかな一時倒してたよねそうですねいろいろ直しましたね、うん、あとこれは値段が上がりすぎましたねあそうですねもうミニまあ値段的にもこう手の届きやすいというかそういう意味でもミニだったけどそうですねそのじゃあクラウマン買おうってなった時にご予算はってなってそうすると他の輸入車も視野に入ってきたりしてそうですね なんていうのかなこうミニが欲しいみたいなところじゃなくなっちゃう感じがするんだよね、うん、このクラウマンとかって、まあ、新車でだって500万円以上しますからねジョン・クーパーでまあ、もちろんグレードがいろいろあるんで、まあ、ベースのグレードだったらもっと安いですけども、うん、でクーパー S より大体120万円ぐらい、うん、トップレンジのこのジョン・クーパーだと高いということでただ120万円分以上は全然まあまあね、はい、比べればねただやっぱり最初の R50 だの、まあ、R56 だのってなってきたとから比べるとぐんと価格がそうですね随分高級車になっちゃいましたねそう高級車になっちゃったからね、うんじゃあミニじゃなくてもいいんじゃないってなっちゃう、ね、いやもしかしたらあと5年ぐらいしたらいやあのクラウマンはまだ全然ちっちゃかったよね、うん、そうねだいぶミニらしさ残ってたよねっていう時代が来るかもしれないフルモデル後のだってクロスオーバーは 4.5m ぐらいなんでしょう、はい、えマジっすかあの1、2の同じプラットフォームまた使って、4.5m 級の 20cm ぐらい伸びるっすってそれだいぶでかいっすねでかいそう考えるとやっぱりどっかのタイミングで自分が気に入ったミニを買っとくっていうのは今後のミニライフにかなり影響してくるかなと、うん、僕なんかほら R55 乗りなんでもうこれは大きいし高級だしってなるけどやっぱりこれ乗ってる人はすごく楽しんでるし、ね、僕の周りのお客さんの中でもやっぱりいい車だよねなんてでこれがなくなっちゃった時にこれの価値がそうですね、うん
まあ言ってもでも現行の3のツーリングよりかは全然70センチぐらい短いですからね、うん、60センチ70センチぐらい短いということで、まあ、コンパクトなのかもしれないです、ね、今の時代で言うと、うん、で全体的な乗り味としてはジョン・クーパーワックスなんで割とこう固め で、うん、はい、でさっきも言ったんですけど1400キロしか走ってないからシートがもうビンビンでちょっとあれこんな感じだったっけなっていうクッションが全く下手ってないという、まもなく新車のオーダーも多分ストップになりますよね、うん、そうだね、終了っていうことは言われてるんで、うん、今のうちにいいのを見つけておくっていうのは、うん、でまたこういろいろできるから流通してる車いろんなのがあるんですよね、うん、で本当にそこで好みに合ったのを、まあ、もちろん新車でオーダーするんだったら全部できると思うんですけど、うん、まあ、それをお買い得な価格で自分に合うものを見つけるっていうのは、まあ、中古車の醍醐味かなと。特にミニはね、そのカスタムを楽しむ車だしね。そうですね、うん、まあ、もちろんそのまま乗られてもいいと思いますし、うん、あとロードノイズが割とこうしますね、うん、はい、最近いろんなのをしていただいてるんで、うん、電気自動車とか、はいはいはい、結構19インチのこの扁平だと割とそうだねロードノイズはしますね、うん、ただこの乗り味のこのタンタンタンって感じは、うん、めっちゃスポーティーで飛ばしたくなる感じ、はい、うん、そして今回だいぶライトな紹介なんて相当省いてますけれども、はい、エンジンの紹介を、エンジンの方が 1998cc 直四ターボ、これは BM とも共通になった4気筒のターボのエンジンですね、うん、で馬力の方が306馬力、はい、450ニュートンということで、もう初期型からすると信じられないぐらい倍ぐらい倍ぐらい出ちゃってる感覚の、ね、とんでも馬力の、同じジョン・クーパーでも F56 とは全然で、ね、また馬力も高いし、そうですね、うん、四駆になってる分、その分馬力が活かせるということで、うん、まあ、フルパワーが出てると。そしてこれに先ほど話が出ましたけど、四駆のシステムと、あとトルコンの発足オートマ。クーパーエストと一部 DCT の車なんかもあったりしますけど、うん、まあ、馬力の関係だったり多分すると思うんですけど、まあ、トルコンの発足オートマ。これローンチ付き。うん、はい、ローンチですよ。どこに行くんですかって。いる？あ、100回まででしたっけ？なんか内部で数えてるんですよね。うんうん、あんまりこうローンチとか、まあ、そんな使い方してるって方はあんまり日本じゃいらっしゃらないと思うんですけど、なんか一応100回までできるみたいな、そんなことが書いてありました。でなんとマックス250キロということで、うん、もうドイツのアウトバーンとかでも買っ飛んでって、本当にこの上のクラスの車と並んで走っていくようなとんでもカーということで、そうですね、はい、もう海外だとねどうなんだろうね、クラブマンってどうなんですかね。僕もドイツ行かせていただきましたけど、あんまりこう見た記憶がないんですよね、うん、まあ、もちろん3ドアとか5ドアとかっていうのは時々見かけましたけど、うん、クラブマンは確かにあんまり見なかったですね、うん、ちょっとマニアックというかなのかもしれないですね。なんか世界的には5ドアがすごく売れてるみたいですね、はいはいはい、やっぱり使い勝手と、ただ幅がもう一個狭いプラットフォーム使ってるんで、うん、全幅がもうちょっと狭くなるということで、うん、5ドアの売り上げが好調ということで、そしてあとオプション、今回のは、振り返りますとストライプ、これ3万円ぐらいするんですね、うん、その辺が入ってたりとか、あと JCW のトリムパッケージが結構しますね、これ28万円もするんですね、うん、まあ、入ってたりとか、あとはこれいいと思ったのはサンルーフないじゃないですか、はい、であとはルーフレールもないんですよ、うん、まあ、豪華なので言ったらサンルーフかもしれないですけど、うん、ルーフレールないのとかめっちゃいいなと思ってそ、まあ、それは使い勝手だと思うんですけど、僕的にはスタイリッシュなのがクラブマン好きなんで、はい、まあ、ルーフレールあった方がなんか乗せたりだとか、うん、はい、用途的にはいいと思いますけど、あとハーマンカードンはなんと11万円のオプションということで、うん、はい、しっかりこの辺も、まあ、本当は視聴したいんですけどね、なかなか著作権の関係で音楽流したりすると、ね、はい、なんで、まあ、視聴なんかはできますからね、なんかオリジナルで作れば、まあ、一応著作権ない音楽なんかもあるんですよ、はい、フリーの素材とかありますあります、うん、いや、その何ですか、感じが伝わらないじゃないですか、うん、視聴環境によってあるので、ね、はい、なかなかご紹介する機会はないんですけれども、はい、まあ、ぜひぜひ試乗はできないですけれども、うん、視聴はできますね、そうですね、視聴したりだとか、はい、座ったりとかっていうのは店舗の方でできますんで、うん、はい、こんな感じでしょうかね。であとはおなじみの5インチのマルチディスプレイの、はい、はい、これも初めて見た時衝撃でしたけどね、そうね、でも針はアナログっていうね、そうですね、これアナログ風じゃなくてリアルアナログなんですよね。あとはセンターのこのナビゲーション、はい、こんな感じで、はい、使
使い勝手も割と良好です。でカープレイなんかもついてるんで、うん、はい、でアダプティブのクルーズコントロールも現行型に関してはついてますんで、あとここがいろんなものに連動するんですよね。そうですね、エアコン表示だったりモード切り替えだったり、はい、あ出ましたね、はい、この辺の遊び心もあると。いかがですか。いやお利口すぎるんだよね仙台を乗られてるつけまさんにはちょっと、はい、高級すぎます。あいい音しますね結構、うん、でも現行でだいぶ静かになりましたけどね。そうね、 LCI2 だいぶ静かですよね、うん、F 型出たての頃の方がうるさかったですよね、うん、だから年々排気音もだから次もっと静かになると思うんですよ多分。いやそうだろうね。で多分もっとスピーカーからこの作られた音の演出が多分もっとすごいと思うんですよ、うんうん、なんかあのメルセデスの C63 も次4気筒じゃないですか、はいはい、だその辺 の、 あの音を演出するのに、うん、スピーカーのその仕事がだいぶ増えてるみたいですよ、うん、まあ、現行の車はみんなそうですよね。スピーカーから音出して外ではあんまりうるさくないけど、うん、中だといい音してるっていう。そして今回の車はドライブレコーダーも、はい、ついてますんで。これ前だけですか。前だけですね。前だけですね、はいはい、まあ、この辺なんかも変更だったりだとか、はい、もうできますし、うん、レーダー探知機つけたりなんかもできる。だってミニでヘッドアップディスプレイですよ、うん、いらない、うん、いらないじゃないんです、もれなくついてくるんですよ、はい、あれジョン・クーパー標準ですよね。標準、はい、これもあのもうやるならちゃんとガラスにフロントガラスに映し込めるヘッドアップディスプレイにして、はい、なんかマツダの CX3 とかもこんなのがひょこって出てくるけど、はい、じゃあもう BMW ジャパンに届けということで、そうね。で高さ調整をもっと大きくしてほしいんだよね。まあ、一応調整この端っこについてるんですよね、まあまあうん、できるんだけどしまうのもできますよね、はい、ちょっと調整の幅が少ないんじゃないかと、うん、はい、と申しております、はいはい、自分はこう低くしたいんね、はい、シートは一番いつも低くする、はい、してで構えると、はい、大体ねステアリングの向こう側にね、はい、こうなっちゃうんでね。わかります。そうでヘッドアップディスプレイを見るためにグッとして分けるっていう、はい、それじゃあヘッドアップディスプレイの意味ないでしょっていうね、はい、ガラスじゃなくてもうちょっと近いですしね。そうね、はい、こんな感じ。高級だな。全然高級だよ。トリムもおしゃれだし。あ結構いい音してるっすね。結構いい音しましたね。あれスピーカーから音出てますよね。これ出てないのかな。アクティブサウンドデザイン的なの多分 BMW 系だからついてると思うんだけどな。いや出てる気がします。出てたこれ分かんないです、はい、詳しい方教えてください。いやいいんじゃないですか、うん、逆になんかいいところありますか。いいとこは出し尽くしました。もう今前のミニ以上にこう万人に受け入れられるっていうのは本当に、まあ、売りやすい売る側としては売りやすい、ね、確かに。やっぱ R の頃ってこうちょっと癖がね強かったから、なんだこんな車なのかよってなっちゃうこともあったけど、先代に至ってはあのクラブマンドアって、うん、あの半分開くドアが、はいはい、なんとあの運転席側についてるということで降りたら漏れなく車道という。そうねありましたけどね。あこれハンドル反対になっても反対にならないんだならないっていうね、はい、でも確かにもうこの方だったらもう本当に乗りやすいんで、うん、どなたが乗っても、はい。で前世代、ね、前の世代のからもそうだけど、こうファーストカーにもなるしセカンドカーにもなるし、はい、っていう懐の深さはミニにあると思うんだよね、どのモデルも。いやそれどころか、うん、あのもう上がりの車にもなるかもしれないですよ。もう、はい、いや結構そういうお客さんいて、はい、もう、まあ、ある程度こうと示して、はい、で最後車乗りたい乗るのに、まあ、もうサイズ的には大きくない方がいいし、ただもう K とかよりはある程度の車乗りたいっていうん で、 そうですね、でミニって来る人結構いるんだよね。あそうなんですか、うん。まあ、確かにこの辺安全性も高いですしね、うん、プレミアム感もあるし、でこうめでれる車だし、確かに長くも乗れる車なので、は
良き相棒って感じですよね。そう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 、だからこうまあもう次乗り換えることないっていうような人が最後に選ぶ車で見にっていう人がねいるんだよね。いやそれはすごくわかります、うん、もうかみさんとの乗ることしかないし、そんなめちゃくちゃ高級な車でも、うん、めちゃくちゃ大きい車じゃなくてもいいと、うんうん、ただそれなりにいい車は乗りたいっていう時に見に、うん、まあ、どこでも行けますしね、うん、本当に前も言ってましたけど、その高級なホテルに別に乗りつけても浮かないし、うん、はい、生活感のあるところで使ってても別に浮かないし、 それはすごいいいところだと、うん、で男女問わないし、確かに老若問わないんで、ね、確かに、うん、そうですね、うん、それは大きいかもしれないですね、うん、車によってはちょっとその車に負けちゃう車もあるじゃないですか、さすがに超がつく高級車に若い男女が乗ってたりするとあれ どうやって乗ってるのかなみたいなあったりだとか、うん、はい、しますけど、確かにミニの場合それないですね、うん、それはこうモデルが変わって大きくなりました、高く、ね、高額になりましたって言っても、そこのそういうのは変わらないよね。確かに、うん、いやあといいなと思うのはやっぱりこの安全性と信頼感じゃないですか、うん、安心感で、もちろんその国産車でも軽自動車でもその安全のテストとか基準とかすごいこう評価されてる車ってあると思うんですけど、言ってもこの250キロ出ます、うん、アウトバーンで使いますってなってくるこのミニの安全性たらないと思うんですよ、うん、だって250キロ出るってことはそれなりに止まれるブレーキがついてて、うん、万が一の時の剛性だったりとかっていうのも必ず確保してるわけじゃないですか。だからそこってやっぱりその軽自動車とか国産車にない魅力、そう、ね、このサイズに詰まってるっていうのはすごくあるなっていうのは、うん、特にドイツ車乗ると感じますよね、うん、はい、だってミニと言ってんのにこの対抗の4ポットの、そうねでドア開け閉めした瞬間に分かるしね、はい、そうですね、ありがとうございます。はい、じゃあ最後になりますけれども、月村さんいかがですか。はい、さよならクラブマンですけども、さよならクラブマン、まあちょっと大きくなりすぎたしちょっと高くなりすぎたんで、ミニっていうイメージからは少し離れていっちゃったのがお客さん離れにも、で今クロスオーバーの方がね このサイズでいくと主流になっていくしみたいですね、うん、ただこれはこれで割とこう特徴的なフォルムだし、この現行型この F 型に関しては実はこれ一番速いんですよね、うん、他の3ドアとかクロスオーバーよりかも0-100がなんと速いということで、うん、まあ、そういったちょっと特殊な、ね、ニッチなこう需要かもしれないですけど、はい、そういった魅力もあるのかなと、うん、でこの先やっぱりこう次も電動化が控えてるわけじゃないですか。2030年代ぐらいにはもうミニは電動のブランドになっちゃうらしいです。でもう次の来年のモデルチェンジでもう EV モデルも入れてくるということなんで、はい、まあ、それがちょっと日本に入ってきてどのぐらいこう流通するかわからないんですけども、中国生産も始まるみたいですね。なんでここはここでかなり一つの区切りとして魅力的な車になってくるんじゃないかなと思いますんで、ぜひ気になる方はお問い合わせください、はい、というわけで今回はミニクラブマンジョン・クーパーワークスをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。